出てこない約束を破った以上、犬飼さんはもう学校には連れてきてくれないかもしれない。どうする、どうすれば。あっ、よし、こうなったら犬飼さんが犬を連れてくるしかない状況を今ここで作る。気持ちいい。あ、柔らかい手がいっぱい。あ、って、あ、誰にでもお腹を私だけに見せるんじゃないの。やばい、やばい、やばい。犬飼さんが闇落ちする。誰でもいい、このパフォーマンスの意味に気づいてくれ。学園祭の出し物、犬カフェとかどうかな。